はい、格闘タクニュースゾウの雑白です。今回は絶対不利タケルが夏川天心に勝てる唯一の方法はモンスターの助言と夏川天心の仲間の裏切りについてです。6月19日世紀の対戦タケル VS 夏川天心戦が行われます。前回の動画ではタケル選手が絶対不利なことについて話しました。いわゆる2つある必殺技の1つが天心選手がサウスポーであることから使えない、そして体重問題、グローブ問題、ワンキャッチ、ワンアタックルールなど絶対的に不利だからです。しかし唯一勝てる方法があるのです。その方法について話していきます。まずタケル選手は1敗しているのですが、それが京谷選手というサウスポーの選手です。前回話したので簡単に言いますけども、タケル選手はサウスポー苦手とします。なぜなら2つ持っている必殺技のうちの1つが使えないからです。その必殺技というのが3点セットで前足のインロー、前足の前蹴り、奥足のボディです。タケル選手はスロースターターと言われますが、まずこちらの3点セットを効かし、下に意識をさせてから1番の必殺技、左右のフックを使います。最初の必殺技を使っているので序盤はスロースターターだと言われてしまうのですが、実際はこの2つが噛み合って強くなるのです。しかしサウスポー相手にはこの3つの3点セットの必殺技が通用しないのです。角度と距離が異なるため、前足の前蹴りが相手にはアウトサイドのローキック、そして角度が違う前足の前蹴りになってしまい、効果が半減してしまい、奥足の膝蹴りにしても距離が変わってきてしまい、タケル選手の戦略と異なってしまいます。ですので村越選手に判定でほとんど負けてたのではないかと言われるのですが、サウスポー相手には2つの必殺技のうち1つが使えないので苦戦してしまうのです。そしてサウスポーとオーソドックス相手ですと戦い方が180度変わってしまいます。それを変えるのに3ヶ月や半年ではいけません。というのもオーソドックスというのは、基本の基本ですが、ジャブを打ち、ローを決め、ジャブとローを意識させたところに右ストレートを打つ。逆にサウスポーの選手は左ミドルを効かせ、インローを効かせ、下が効いたところに左ストレートを打ち、左のハイを打つなど戦略がベーシックな部分で変わってしまいます。これがオーソドックス相手ですと戦略を変えるのはそこまで難しくありません。タケル VS ペタス戦、こちらマサトさんがペタスがカスッと言ったようにかなり均衡するではあろう戦いだったのですが、タケル選手が圧勝しました。ペタス選手は175センチで60キロの中では非常に手足が長い選手で、遠い距離から打撃を当て近い距離を得意とするタケル選手が苦戦すると思われていました。しかしタケル選手は新しい必殺技カーフキックを習得し、175センチの手足が長い代償に足が細いペタス選手の前足を削りました。カーフキックを打つことによって前足を削り、ペタス選手はこのままだと長期戦では負けてしまうので打ち合いに挑み、タケル選手は勝ちました。ペタス選手が打ち合いたかったと思われているかもしれませんが、カーフキックで打たざるを得ない状況に追い込まれたのだと僕は思っています。このようにオーソドックス同士ですと対策はできるのですが、サウスポーですと対策するのが大変です。ですので昔は天心選手が勝つと思っていました。しかし話は変わってきました。なんと前回のペタス戦から1年3ヶ月時間があったのです。1年3ヶ月時間があればサウスポー対策もできます。タケル選手の必殺技2つですが、1つがなくなったとしてもサウスポー対策の必殺技を1つ生むことが1年3ヶ月の間でできるようになったのです。なぜできるようになったかというと、元同門のクレストの浦部小弥選手はアンタッチャブルと言われサウスポーのテクニシャンです。その浦部小弥選手がずっとミットを持ってくれています。サウスポーをどうやって攻略するかというのはサウスポーがよく分かっています。ベーシックなところでインロー、ミドル、ハイ、左のストレート、入ってきたところに右フックというベーシックなところを抑え、それが自然に出るようにしていきます。サウスポーのトップファイターである浦部小弥選手が1年以上かけてまずは新しい必殺技を作ります。かといってそれでもうようやく苦手なものが五分になっただけです。まだまだどうなるか分かりません。そこでまた同門のクレストのモンスター怪物と言われるノイリー正明選手がいます。ノイリー選手はオーソドックスなのですが、芸用戦を見ても分かる通り実はサウスポーでも構えれます。スイッチできる稀なファイターです。そしてノイリ選手はアンポルキア選手というものすごい強い選手に3ラウンドで KO 勝ちしました。スピードパワー、いわゆる瞬発力がすごい選手で、1ラウンドでどんどん KO していく選手です。苦戦すると思いましたがノイリ選手が KO 勝ちしました。この作戦が秀逸なのですが、スピードのある選手というのはやはり1ラウンドが強いのです。スピードで翻弄されてしまうのです。しかし2ラウンド3ラウンドに行くうち目が慣れてきます。そしてスタミナも少なくなっていくのでスピードが落ちてきます。そこにダメージが加わるともっと瞬発力が落ちてしまいます。ノイリ選手は 1,2 ラウンドは相手にポイントを取らせ10対9 10対9にポイント3にします。その代わり相手に打たせスタミナを削り、そして自分はコツコツと
相手のボディを殴りダメージを蓄積させます。3ラウンド目が慣れ、安保選手はスタミナが落ち、ダメージで瞬発のも落ち、かなり戦闘能力が落ちたところでノエル選手は急所ボディや膝蹴り、右フックなどを当て、最終的にはボディを集中的にためダウンを取り KO 勝ちしました。10対9、10対9の2ポイント負けていたのですが、3ラウンドで KO 勝ちしたのです。しかも3ラウンドダウンさえ取れば10対9、10対9、8対10でイーブンになり延長戦になります。延長戦になれば戦闘能力がガクンと落ちている安保選手に対しノエル選手は強気に攻め勝つことができます。このような作戦だったと思います。その作戦を今回タケル選手がすれば五分だったものが勝率がガクンと上がるでしょう。タケル選手は我らの色白持ち肌ポメラニアンより可愛い平本蓮選手と最近スパーリングしたそうなんですが、平本蓮選手はめちゃめちゃ打たれ強いそうです。蓮君自体は自分より全然上の階級の選手もスパーリングでダウンを取るらしいのですが、同じような打撃をタケル選手当ててもタケル選手はダウンするどころか打ち返してきたそうです。それぐらい打たれ強い選手です。その打たれ強い選手がダウンさえしなければいいということで、1ラウンド2ラウンド攻撃をもらいながら身を慣れさせ、右ミドル、右のストレートでボディを削っていきます。そして1、2ラウンドは10対9、10対9で2ポイント差をつけてしまいます。近き3ラウンドで戦闘能力が落ちた天心選手をタケル選手が猛攻をかけ、ダウンさえ取れば10対9、10対9、8対10でイーブンになり延長戦になり、延長戦では有利なので勝てるでしょう。特に天心選手はサウスポーの典型的な相手の右ストレートを避け、そこに左ストレートを当てるというカウンターを持っています。タケル選手はですので 1,2 ラウンドは顔面を狙うのではなくボディを狙えばボディには当たります。顔面で KO ではなくボディさえ狙っていけば自分もカウンターももらわずに相手を削ることができるので、 1,2 ラウンドは黙ってボディ打ちに徹することでしょう。そして削って3ラウンド延長と勝負をかけるのです。それでも天心選手は類まれな選手で、サウスポーであんだけ速い選手はなかなか存在しません。やってみないとわからないのですが、ここで仲間の裏切りが出てきます。夏川天心2世という選手がいました。昔夏川天心選手と一緒に練習していた田丸時選手です。田丸時選手はスピードが速くサウスポーのファイターで、現在 51.5 キロで戦っていることから階級も軽く非常にスピードのある選手です。なんと昔天心選手と練習している手の内を知っていた仲間が今は武尊選手と一緒に練習しているのです。仮想天心選手として昔の練習仲間田丸時選手と練習をしているので、武尊選手は速い攻撃にも目が慣れているでしょう。以上のようにサウスポー対策を浦部光也選手、そして試合全体の戦略を野上正明選手、そして仮想天心選手を天心2世の田丸時選手とやることによって武尊選手は勝てるのではないでしょうか。僕の予想としては、希望としては武尊選手に勝ってもらい MMA 好きとして MMA に早く転向してもらいたいです。そして実際の予想も武尊選手です。この世紀の対戦ですので、皆さんアベマ TV でぜひペーパービューを買ってください。以上となります。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、いいねお願いいたします。それではさよなら、さよなら、さよなら。